午後の太陽に照らされてもわもわと歪む景色を眺めながら私は考えた。この世界は夢なのかもしれない。いや、世界は多分私の見ている夢なのだろう。そう思ったところで、それを証明することも否定することもできない。みんなが本当はロボットで私を騙しているのかもしれない。人の心なんてあるかないかわからない。